い、さあ阿部の2軒目ということでガオーです。なんすか、今日のお店、新しくできたであろう阿部のタイガーというお店に、はい、行くんですけども、はい、フープとアンドとあのツタヤの間らへん、はいはいはい、トライアングルの間らへんなんですけど、はい、に、新店なんですけど、あの看板の感じはなんか見たことありそうな雰囲気があるんですよね。あのあこのまあ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 分かんないですよ、どこのあれかは。99円がもう見えてますよ。行きましょうか。はい、はい、あ失礼します。席来ました。いや盛りやすい。めちゃくちゃ盛り上がってるな。ますけど負けないように、さっきも同じくやっぱなんかアベノのロケってこういう活気がそうやな、なんかありましたよね。あ QR ね、はい、QR で読み込みということなんですけど、タイガーって阪神タイガーって真由美って選手の場所だと赤星、赤星と岡田は分かりますよ。阪神から来て多分全員阪神の掛け布、バース掛け布、ここは岡田じゃない、分けてくれてる。パリパリのお通しにキャベツ、新鮮なキャベツ、すごい賑わってる ね。200人ぐらいある。あ、キャベツおかわりできる。あそうっすね。たあでもタコハイ用な、いや僕も生中、生中も200円なの。安っ、99円、久々に見たわ。税込み109円ね。安っ、まあ、ビンビールもありますけど、やっぱその生中とかお得ジョッキとかもあるんで、はいはいはい、ビールはそっちの方が良さそうですね。で、料理、はい、手羽うまそう。手羽うまそうですね。あ、手羽行きましょう。餃子行きます。とりあえず餃子行こう。ニンニクあり、ニンニクなし、なしで、なしで。タイガー流牛スタミナ焼き、あーいいね、うまそう。牛スタミナ焼き、だってこれじゃん。あ、えぐ、これ行きたいな。牛スタミナ行くか。そうですね、ちょっと今日がっつり来ました。いいですね。あ、あとはい、99円、普通のサイズ。これ199円、やば、安っ。100円と200円。じゃあ、阪神タイガースに、はい、ハンサルトー。ロうまいわ、あうまい、うまいわ、うまいわ。まあもうこの牛推し、あのタイガーとらやのに牛推しですごい店ですよ。活気がすごい。そう、わーってきてね。で、お通しがキャベツ、キャベツね、うん、とポテチ。これはパリパリランチャーだったね。おー、行ってみましょう。どうぞどうぞ。あ、黒胡椒や。うん、あ、うまっ、うまっ。え、キャベツも、うん、行かしてもらいます。もう全然、絶対これ箸休め系や。うん、めっちゃうまい。サラダっていうメニューがないんか。まあポテサラとかあるけど、うん、ざく切りのキャベツは串カツやから、はいはいはい、これ千切りの方が嬉しい。つまみやすい、うん、まああれはあのソース、うん、スプー用のソースも使うからね。そうですね、どうもな。いやいや、ということで、まあちょっとトークでも、はいはい、やろう思てんすよ、うん、最近何ハマってますかっていう。最近何ハマってますか。僕ちょっといいっすか一個、うん、まあ、オリンピックこの前あったじゃないですか。あったね。バレエとか好きで、うん、オリンピック終わってから、うん、寂しなったんですよ、うんうんうん、で、漫画で配球っていう配球、うんうんうん、読み始めたんですよ、うん、めちゃくちゃおもろい。ゴミ捨て場の決戦、そう、うん、読みました、見ました。これはアニメ、アニメ、うん、アニメ見ました。途中までやけど、あめっちゃハマってて、うん、今もう配球が一番好きなの。あいいね。あでも見てるんならもうアニメは見たい。いや漫画もアニメもめっちゃおもろいんですけど、うん、あれね、ほんまにあのスポーツが嫌いやったから読んでなかった、ね、なんで読まんかったやろって。配球の良さは主人公もおるけど、はい、一人一人が主人公のストーリーがあるな。全員がね、そうそうそう、全員がいいんですよね。人間にドラマがそのある漫画やから感情移入しやすいというか。ドカベンもそうです。ああそうなんですね。なるほど。ドカベンもちゃんと人間がキャラになってるから、こんなに面白い漫画が世の中あったんかな。ああいいね。今一番楽しめてるみたいな、ハマってるものあれば。いやもうもっぱらワンピースよ。タイミングで来ましたわ。めっちゃうまそう。バリエの匂いする。えぐい。肉。肉は。
めちゃくちゃいいですね。いただきます。最高。神千尋、神よしもマジでめちゃくちゃうまい。ホームランえぐい。味付けもね、なんかタレが効きすぎてないから、そう肉の旨味だけ旨味でガツンときてますよね。うまビールに、あーステーキとかとは違う、このちっちゃい感じでも小さな巨人、お小さな巨人です。ちなみに小さな巨人でドカベンも出てくるからね。おー里中ドカベンね、ドラベースやったら呼んでましたよ。昨日ドラベースの話あった、打ち上げでなんか懐かしいビーダマンとかの話あって、ベイブレードは僕、まあ、プロフェッショナル、俺だからベイブレード世代ちゃうから、あービーダマンだからやっぱその締め打ちとかさ、こういうあの握る横のやつと、そう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 、これよく合体してる。いやもうね、肉がうまい、うますぎる。ニンニク効いてますね。そうやね、もう来た瞬間からもう匂いで最高。いやこれ今日この肉だけで一本いけますわ。うまっ。さあ今日のこと言うたのよ。なんか甘いけど、さっぱりめな味付けやから割と合うな。なるほど。ご飯ね、餃子、タイガー餃子、これをクラブして何を食う。そういいね、この通常油とか酢胡椒とかじゃなく、もう醤油とラー油決まってのこの決まりのスタイルね。これはこれね、これです。どうぞ行きましょう。こちらをで別カメラね。美味しい。うん。もう。肉。めっちゃ肉。ジューシー、ジューシー。うまっ。ジューシー。ジューシー。めっちゃ肉や。小ぶりやし。でも酒に合うちょうどいいな。肉汁とつまめるやつ。うまっ。これ多分タレなしでも多分味ついてるわ。あやっと思うちょっと、うんうん、めっちゃうまい。俺はタレない方が好き。うまっ。タレなくていいっすよ。めっちゃうまっ。餃子とビールがチェスマッシュ。いやもう2杯目はなんか選手のやつ、名物のやつ知ってるの。鳥谷どこおる。バットマン取るね。コーラハイボール、コーラハイボールでいきます。あ、ほんなら俺藤川球児にしようかな。これ紅生姜さん、球児の大阪名物。紅生姜こっちか、珍しいな。牛丼のやつ。そうやね、結構今混んできましたけど、うん、よかったですね、タイミング的に。いや、そうやな。お姉さんにハマってることとかないですか。いや、だからワンピースよ。いや、ワンピース今どこまで見ました。最新ジャンプもう行ってます。入ってます。あと今日日曜やねんけど、アニメも。あ、アニメね。だからアニメだけでちょっとストーリーちゃうよ、漫画と。それもまたおもろい。はい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 。牛丼屋の紅生姜ですか。これが、効果杯バットマン、トルテネハイボール、これが藤川球児、火の玉名物、大阪名物。そう、これこれ、9番。あ、9番ね。ピッチャーね、藤川球児。まあ、じゃあこれで球児にしてる。たまに子供で球児や。もう親が野球選手にする気満々の名前。野球漫画すぎるやん。そうっすね。まあ、じゃあ、今年の2杯目、乾杯の子。私、有名だよな。あ、うまい。あ、でもやっぱそれガリサワーやわ。勝手にしょっぱいかなと思ったけど、はいはいはい、うまい。手羽が来てるんですよ。まあ、まあ、その手羽の前にトークしたいんですけど、最近ハマってることって何ですか。まあ怖いな、軸歪んでんの。ということで、はい、これが、手羽の唐揚げなんですけど、ブラックですね。ブラック黒胡椒めっちゃかかってる。
か賞は多い方がいいから、そうです、行きましょう、手羽だから彼もかかってます。お前な、塩コショウのブラックペッパー多めとかじゃなくて、そうですね、シンプルにいただきます。もう塩の香りすごっ、うまっ、うん、あーうまっ、うまっ、あ、辛っ、うん、めっちゃうまい、めちゃくちゃジューシー、うん、甘みもありますね、うん、タレが甘み、甘辛のり、あ、タレの甘みと胡椒の辛さがちょうどいい感じ、うん、ベストマッチしてます。ほんまのベストマッチ、うん、うん、うまい、うまい、やばいな、あ、すごい、うまっ、やってますわ、やってますわ、あ、うわ、めっちゃ合う、紅生姜のさっぱり感が、うまい、北谷さん全員手羽行ってください、うまい、ちょっと飲み歩きやから頼む量も限られてますけど、うん、他にも名物、そうね、一般のマグロもあるし、そう、牛だらけもマグロのブツもあるし、下もトンペとかチキン南蛮とか、そう、紅生姜食べたら絶対うまいよ、絶対うまい、えぐい店、うん、ここの営業時間何、12時くらい、12時いいっすね、その12時まで飲んで終電で JR で帰るっていう、そうや、アベロエリアって結構その12時多いよ、多いっすね、終電終わり、やっぱギリ、あ、まあ、ギリギリ終電が12時過ぎまであったりするんですよ、うんうん、例えば会社勤めてて嫌な上司と飲みに行くときにアベロ選んだら終電なんでで帰れるよ、ナンバーとかやったら朝は大事です、はい、あ、そうっすね、うん、大体12時でこうしっかり閉まっちゃうんで、でも天王寺の阿部のエリア自体その夜中が空いてないんですからね、それはマジでおすすめに、うまいもん続きすぎて怖い、そうですね、気になるのも多いし、うん、うまいもん多いし、新しい店の感じやからどうなんかなってまずあるじゃないですか、うん、ちょっとこう全然、はい、最高、ここまで阪神推しってね、そうやな、メニューには阪神、もうちゃんと阪神の選手の名前書いてるもん、昔なんか吹田の方でなんかありましたね、そういう阪神かなんかそういうああ駅とかな、そうあったと思うんですけど、まあ、それぶりのその推しの、でもこんな打順組んで満勤ですごいわ、すごいっすよ、でだからアベンジャーズっていう、はいはい、阪神アベンジャーズ、まあ、昔のラインナップ、いやだからあの藤川球児とかスターばっかり集まった、俺ら世代は知ってんのは赤星と鳥谷、藤川球児、ヤギがギリギリぐらい、代打の神様ヤギ、ちゃんとそれぞれにストーリーがあって、うん、それに合ったお酒をやってくれてるのがほんまにあのいいっす、はい、いいっす、はい、うまっ、ということで、うん、2件やりましたね、これ何言いたいか当てていい、はい、最近ハマってるもんなんですかもうキャンプ以外ないよ、そうですね、うん、キャンプもちょっとまたちょっと年内行きたいな、ですね、最近ねキャンプ動画上げましたけども皆さんね見てください、はい、よかったら見てください、マクが挟んで食うたんで、次またネタ用意してますんで、エグいやモスとかやめてや、はい、そうなんじゃないですか、ロッテリア挟んでみたみたいな、キャンプ動画今まで昔もあげましたけど、うん、最近だけど見返しますもんね、見るよ、バリ見れる、自分らのキャンプ動画、酒飲みながら酔っ払って自分らのキャンプ動画を1個のキャンプで3本くらいあげるじゃないですか、うん、全部見る、30分40分行くんですけど一瞬で時間過ぎる、すごいね、いやキャンプの動画はほんまに自分ら的にこうこれがいいってことらしいんですけど、結局おもろいのは何も考えずにうわーキャンプのアホだ、キャンプ動画もいっぱいコメントくださいね、はい、コメントください、見てください、まあ、またキャンプでもねおもろいことをガンガンやっていきたいんで、うん、まあ、そっちもよかったら見てくれつつ、ね、まあ、居酒屋も巡るんで、うん、チャンプ ね、はい、いや阿部の久々に来ましたけど、うん、ちょっと変わってますねやっぱり、いや思った、めっちゃ変わってる、うん、まあ店もやけど夜人もあるか、コロナ禍も経て、ああでもそうやと思うね、コロナ禍何かやな、店も増えた、増えた、めっちゃ増えたと思う、俺が個人的に思ったのは年齢層下がった気がする、ああ若い子が増えた、なんか阿部の最初あんま天王寺阿部のに行ってなくて、ちいちゃんがいい人行きましょうって言った時めっちゃやっぱおじちゃんとかのイメージあったけど、今なんて結構若い人が多いんですか、立ち並みも若い人が増えた、そう YouTube のおかげなの、僕らのお金ですな、みんな酒飲み YouTuber で阿部の庭にしてたら僕らです、そうやな、マジでまあまあみんなやっぱ西成行ったりあったけど、俺らはだけはもう最初阿部のですから、ほんまに天王寺阿部の坂戸でもな、そう
日曜日の夜、人少なくなるかなと思ったんですけど、ガンガン来ますね。明日休みやん。あ、そう、明日祝日やん。ほんまや、3連休だね。ということで、はい、なかなか楽しめましたね、はい。まあ、まだまだ阿部のあると思うので、で、久々に行きたい場所、久々に行きたい場所があるんだ。阿部のまだまだ飲み歩きます。そうやね。で、あと月日、あの今日結構定番っていうか、はい、めっちゃ見にあるんだ。さっきもそうやけど、また撮影行けないんか。そうで、なんかこう置いてるポップの破壊力がすごいですね。ギューなんかスイーツのポップも入ってるし、面白いわ。まあじゃないんや。ということで、まあ最後ね、最近なんかハマってる面白いこと。全然もう怖いよ。酒や、ずっと酒や。一生ね、名残惜しいですけど、今日はここで終わりましょうか。グローリーキャンプ、大酒飲みたいな。はいな、乾杯の方。食えるわ。ええわ。まあ、我々、キャンプの動画も上げていきますし、飲み歩きもしていきますんで、今のうちにチャンネル登録、高評価お願いします。あ、ここで締める。やってみましょう。前にも同じことだけど、店内で締めて、外出てまた締めて、動画撮れてないから、今回ってるんで、よかった。行きますか。はい、行きましょう。いつできた？もう4ヶ月。最近。これで何かの系列とかあったりします？あ、あります。あ、ここら辺の餃子とかコースとか。ああ、はい。あ、こちらちょっと。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございました。ございました。ありがとうございました。いや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 、なるほど、カツオとか口八丁の系列なんですね。それはでもそれにしてもすごい、やっぱすごいわ。だから安く出せんちゃう。やっぱすごいわ。まあ、このエリアだから餃子のカツオ言っただけど、向こうですね。あの、あります、あの唐揚げのカツオと一緒。一緒です。絶対ここ一番いい。一番いいですね、このエリアで。はい、いや安いっすわ、うん、3500円。あの肉食うて、うん、がっつり行ったのに3500円っていうね。1人2000円もいかへん。ほんで名物マグロも入ってる。マグロって栗も食えんねん。今回がっつりしたやつばっかりでしたけど、うん、いや、ということで、通うわ。通いますね。ここは安いから、マジで通う。キューズモールからも近いし、はるかすからもうそこです、近いんで、うん、はい。ということで、最後にじゃあ最近ハマったこととかな。えっ、でも怖いわ。軸歪んでんな。さあ、じゃあ軸お前ら歪んでいけという人はチャンネル登録と、ボセナーラって人は声もお願いします。お願いします。以上、ボセナーラのパプリカのショットパン。あ、なるほど、ボセナーラ。以上、アクスター。ありがとうございます。あれ朝5時までやってくれます。